Space Monkeys TV。 はい、クルル。はい、今日はですね、室内釣り堀に来てます。うん、今日はですね、ちっちゃい金魚釣り、金魚か大きい鯉釣り、どっちがいいですか？金魚。金魚釣りやりましょう。あなたの言う通り。それでは行ってみましょう。マンジ。何？マンジ。金魚釣り対決30分。どっちが多く釣れるか。よーい、スタート。ゴー。はい。餌はこんな感じ。小さくちぎってあります。この竿でやります。小さいっすね。こんな感じ。さあ、行ってみましょう。あれ全然おんない。あれ？つかない。あれ餌なくなってるそっち。これ全然つかない。やった、釣れたー。お、でけえ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 。見てください、結構でかくないですか？ほら、あ、持ち上がんない持ち上がんない、やばい持ち上がんない。よし、きたー。やばくない？でかい、でかくない？うわー、でかい。ちょっと水足りないかもしんない。ちょっと水入れてあげるか。いきなり大物賞をゲット。またでっかい野菜。釣れた。くるる一匹。かわいい。来た。オッケー、入れます。綺麗だね。おお、1対1。行きます。うわ、めっちゃくる。やったー、釣れた。来た。これもでかい、これもでかい。でかい、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 でかい。でかいんだけど、ちょっとほら、見て。上がらない。上がらない。来たー。来ましたー。俺のでかい。基本ビッグワン。やったー。おっ、来た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 。あー、やばっかー。今のでかかった。でかかったっすね。釣れとる。知らないうちに釣れとる。当たってもなかったのに釣れとる。デブ金魚、3匹目。お、当たってないですか？当たってないですか？いやー、でかい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 。ちょっと待って、でかくねえか？おーっと、でかい。やばい、竿が折れちゃいそう。本当だ、竿が折れちゃいそう。超でかいっす。オッケー。一人選手は2匹。猿選手3匹です。金猿戦いです。はい、一人選手ラストね、5分です。はい、頑張るぞ。頑張って。やったー、やった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 。デブ金しか釣れないんですけど。デブ金ばっかりかー。でけえ、なにそれ。はい、ひとい選手ビッグワン賞。鯉釣りましたよ、この人。鯉。鯉、これ鯉ですよ。おー、さすがー。さあ、ラスト1匹、どっちが勝てるか。シュシュシュ、でけえ。またこれだ。今すげえ下がったもん。見た今。見た。ビューンって。よお。またデブ金魚。デブ金しか俺かけてません。結果発表。思いのが釣れました。はい、ビッグワンはもちろんフルルのこの鯉だね。鯉ね。やばいね、鯉。これです、これです。この鯉。わあ、ナイスワンでした。よし、じゃあ逃がしましょう。はい。おー、なかなか。お疲れ様でした。はい、続きまして、猿です。見てください、デブ金ばかりが5匹。一番大きいやつでもこれが一番大きそうだね。この大きいやつが見えにくいかな。うん、お、いいねいいね。一番大きいやつでもなんか一番最初に釣ったやつかな、これかな。うん、それでは逃がしていきたいと思います。でね、このね、私たちがいつも撮影させていただいております、今日はね、ミニ池釣り、金魚釣りやったんですけど、
これはイサーのリオスというところ、室内釣り堀、こんな感じでね、ホイ釣りも楽しめますので、皆様もぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで以上、今回はまあビッグワン賞クルーが釣ったってことで、同点だということで終わりましょうね。はい、以上、スペースモンキーズのソルディスト、はい、クルルでした。皆様もぜひ遊びに来てください。バイバイ、はい。